やちょっともう少し休みたいなと思ってますけど。そうですよね。まあでも本当に気持ちいい最高の日になりました。はい、そうですね。やっぱりあのスーパーバンタム級という階級の壁は感じず、あの戦うことができたので、まあしかもあのフルトンはスーパーバンタム級ではあのまあそこそこ大柄な選手だと思うので、うん、あの全然スーパーバンタム級でやれるなっていうのを今日あの証明できたのかなと思います。もうこの試合に向けてモチベーションもすごく高かったですし、あのスーパーバンタム級その転向してこの2団体王者と試合ができたっていうのは本当に自分の中で大きな試合ではありましたし、この試合が組めて試合ができたことにすごく本当に感謝したいなと思ってます。まあ、やっぱり距離感ですね。はい、あのまあ戦う前からそのどちらの距離で戦うかっていうのはあのすごくあの重要視して、あのチッチと話をしていたんで、あのまあ身長リーチではフルトンが有利ですけど、そこの中で距離感を自分が掴むというか、ペースを取るという、うん、あのそこだけは徹底しようねっていう話をしながら、ずっとトレーニングをしてたんで、まあ、今日のポイントはそこかなと思います。まあ、もちろん、こちらはやる気でいるので、タッパレス陣営が、との交渉がしっかりとまとまれば、そういった流れになると思ってます。